最近レコーディングをやっておりまして4年半ぶりに アルバムをレコーディングしております。その中から1曲聴いてください。あの口笛のね、口笛を使った曲で、あの口笛吹きと恋犬という曲があるんですけども、それを、それにあやかりまして、口笛吹きと子馬という曲を作りました。10月の下旬にアルバムが発売になりますけれども、この口笛吹きと子馬はインストなんですけども、歌がたくさん入っておりまして、ゲストボーカルたくさんいろんなウクレレ仲間とか、参加してもらってるんですけども、モンゴル800の清作君とかですね、ゴスペラーズの黒沢君、そして、タレントのですね、ゆうちゃんとかね、歌ってるんです。あと、大貫妙子さんという大御所ですけどね、あのシュガーベイズの、ボーカリストでした、大貫さんも歌ってもらってます。そんな豪華な、アルバムなので、ぜひあの10月下旬よろしくお願いします。大体金沢で150万円ぐらいは売りたいなと思ってます。よろしくお願いします。10枚買います。じゃあビートルズのナンバー1曲聴いてください。
皆さん口笛は吹けますか？吹ける方、吹ける方、なるぞという方なんか空気の音はするぞという方下のね、歯の裏にベルをつけて口をしっかりすぼめて、で出なかったら、ちょっとベルを上下に動かして空間を変えます。何日かやってると出るかも。なってますね、なってますね。口元しっかり使うだけでも音が大きくなったりとかするので、なんかすごい鳥だらけの森に来たみたいな。では多分知ってるメロディーの曲だと思いますんで、皆さんもぜひ一緒に口笛を吹いていただければと思います。ビタースイートサンバー。